我々はなぜ幸福ではないのか、必然的には幸福のはずなんですよね。っていうのは運よく、この世に生まれてきまして、それも、まあ、現代っていう社会はですね、本当に、昔に比べれば食べるものも十分にあるし、病気もですね、まあこれは非常に大きな問題なんですが、なぜかかるのかという問題がまだ解決しないで、まあ、一応注意して、健康に注意してきちっとした人生を送れば、まあ、あの大体の場合はうまくいっていくということからですね、実は私たちの目の前に幸福っていうのはあるんだけれども、それに気がつかないのは何か一つ要素が欠けてるんじゃないかと、我々の考えが欠けてるんじゃないかというふうにずっと思っているわけですね。で、まあ、オスとメスの、転換の話とかですね、まあ、いろいろな自然現象もしくは人間の現象を見ると、そこにはですね、我々が気がついてないもう一つの要素というのがですね、どうしてもある。それを我々はっきりと認識することによってですね、自分たちの人生というのは非常に幸福になるのではないかというふうに思っているわけで、この幸福の杖の、シリーズはですね、以前に私が幸福をもたらす3本の杖といったものを作った時よりかはさらに進んでおります。また昨日ですね、こういうことを話す機会がありまして、それでさらに考えが進みました。私はですね、実はこの世の中というのは3つのものがあると思うんですね。まあ、第一に体、第二に心、第三に場。これは人間というものを中心にしてみますと、体があり、心があり、そして場がある。場というのは例えば友達とか日本とか地域とか、それから、なんていうんですかね、同窓生とか、まあ、そういうものを言ってるんですが、まあその3つがある。これをまあもっと一般的に言えばですね、第一に物質がある。まあ、体ってのは物質ですね。この物質ってのは非常に、捉えどころがないんですけれども、例えば目に見えるものについては我々はぶつかるんですね、ドンと。例えば目の前に障子があると、それをそのまま突っ込むとですね、障子がバリッと割れると。目に見えるものにぶつかるっていうのはまたおかしいわけですね。目に見えないものにもぶつかっていいはずなのに。っていうのは、人間の目に見えるっていうのはですね、電磁波のうち可視光の波長を持つもの、400ミクロンから800ミクロンメートルの波長の光で見えるものだけにぶつかるというのは一体何だと。なぜ我々は、ラジオ波、超波で見えるものはぶつからずに、また放射線のようなもっと小さなっていうか細かいっていうかですね、短い波長のものにもぶつからない。私たちの目で見えるものにぶつかるっていうのも変な話なんですよね。まあそれが物質ですね。しかしこれは物体として見えるので、机も机としてあるし、ビルも見えるしということで、まあそれは実体があるんですが、情報っていうのはですね、もう一個情報があるわけですね。最近はもう情報は実体があるものとして認識されていますね。昔は情報っていうのはなんか実体がないものと思ってましたけど、今はもう情報はもう非常に実体があって、例えば UFO が見える、体験したっていうと、それは頭の中のここの部位のこういう認識がですね、あなたにそう見えたんだと言ったりしますから、だから物質の後に情報っていうのもここまあ70年ぐらいで実体のあるものとして認識されるようになりました。もう一つが落語ですね。落語っていうのは複数の物体ですね、複数の物体が絡み合って存在する状態であります。で、私は実は絡み合いっていう物質同士の絡み合いっていうものをある程度専門にしておりましたんで、認識がある程度あるんですね。絡み合いっていうのは、その A というものと B というものが離れて存在することもあるし、接近して存在することもあるんですが、いずれにしても強い相互作用を持つんですね。例えばくっついて離れにくいとかですね、それからまあヒップス粒子っていうのが知られてて、まあすでにノーベル賞もヒップスがもらっておりますが、真空、宇宙に存在する真空というのは、実は真空って何もないんじゃなくて、ヒップス粒子がぎっしり詰まってるということですね。
ところがそのヒップス粒子がぎっしり詰まってても、ヒップス粒子と我々はぶつかったような感じはなくて、例えば光ですけど、光は真空中をまっすぐ来ますけども、これはヒップス粒子に運ばれている可能性もあるわけですね。つまりある場所なら場所の場のですね、 場っていうのはまた空間的な大きさを言うんじゃなくて、例えば自分の家の中っていうのは一つの落語、これ落語と読むんですけど、落語状態がある。もしくは日本というものに一つの落語状態がある。宇宙というものに一つの落語状態があるということで、大きさとは関係がないわけですね。例えば鹿児島の森林でどんぐりが多くなるようになると、野生動物がそれを食べて森が荒れると、そうすると瞬時にその情報じゃないんですね。これが情報じゃないから、今物質とか情報とかヒップス粒子とか現在自分の頭の中に入ってるものしか我々が言葉がないっていうのがまた困っちゃうんですけど、落語作用で、福岡の九州の北の方の、紅葉樹林にどんぐりがなくなる、どんぐりを作らなくなるといったのは、これ九州全体の落語状態がもたらしたものであります。で、目に見えるものをもって物質と呼んでいて、それから実際には実体がないんですけども、現実に存在するものとして認識できるのが情報ですね。情報の共有とかですね、情報が共鳴するとかですね、まあ、そういうことを言いますが、情報というのは確実に現実的な力として存在するものであります。まあ、テレビなんかで我々がテレビウイルスにかかるのも情報という実体でかかるわけですね。で、心理学者はこの情報を主に研究しておられますので、全てその情報で説明しようとしてます。例えば UFO がいるとかですね、それから魂があるとかっていうと、その魂の光が見えるなんていうと、それは側頭葉のここのところの錯覚であるっていうふうに説明するんですが、それはどうしてそういう説明するかっていうと、人間っていうのは現在の知識の範囲内で処理をしようとします。したがってどんなものでも今あるもので処理をしますね。ですけども今自分たちの頭にないものっていうのは考えつかないんですね。例えば私がよく理由を言うのは、紫式部に飛行機を見せたら紫式部は飛行機のことを天狗と言うだろうと。なぜ紫式部が飛行機のことを天狗と言うかっていうと、紫式部の頭の中に飛行機っていうのはないんですよ。天狗はあるんですね。そうすると、で、自分の目で見たものが飛行機であれ天狗であれですね、自分の頭の中から探しますから、それは当然天狗になるわけですね。じゃあ紫式部は飛行機のことを天狗と言ったけど、今の我々が言ってるもの、例えば、鹿児島のどんぐりが減ったら、増えたら福岡のどんぐりが減るという現象について、それはどういうことですかねって言ったり考えたり喋ったりすることは、私たちの頭の中から出てくるので、頭の中にない物事というのは出てこないという特徴があるわけですね。そこで不思議だなとある人はいい、ある人は物知りげにそれを解説するというわけですね。私がいつも例に出している小学校4年生の理科の教科書の副読本に載っていた10匹のメスで構成されている魚の群れは、そのうち一番体の大きいメスがオスになり、そして一つの群れを作って子供も作り、敵が来たらそのオスが戦ってメスと子供は岩陰に隠れると。しばらくそれを続けているとオスは戦いますからそのうち死ぬと。そうすると次に大きなメスが、オスに性転換すると。なるほどね、そういうことですかと理解するんですけど、実はこれにはですね、私には理解できないことがあるんですね。っていうのは、一番体の大きくてオスに性転換したメスが死んだらですね、次に体の大きいメスがオスに性転換すると言いますけどね、それは情報をもとに、つまりそのメスがオスが死んだことを知って、脳が働くかっていうとですね、魚の脳っていうのはそんなもんじゃないんですね。人間だから、中枢神経系もしくは遺伝系に対して約100倍の脳情報系を持ってますから、脳情報系じゃないと後天的に体験したこと、後天的に目で見たことを利用することはできないんですよ。遺伝とかそういったものはですね、もう生まれた時に情報が与えられているものでありますから、その2番目に体の大きいメスがですね、目で見た情報で自分の体を変えることはできないはずなんですね。
で、ですから、その自分の体の中にほとんどない男性器でですね、男性ホルモンを作ることができないはずなんですよ。できないはずなのに、そのメスはですね、オスに性転換を、体を変えられる。体を変えるためには具体的な作業が必要であって、その作業のきっかけは何なんだってことですね。で、まあ、それもちろんもっといっぱいあるんですけど、認められないが存在するものっていうのがあってですね、情報は認められているんですけど、現在に認められなくても存在するものっていうのがあって、それが場であり落語であるんですね。これが、中世ヨーロッパから近代ヨーロッパに変わった理性主義の時には、この世の中は物質と情報によってなると、体と心がなっているというふうに錯覚して、心、つまり情報ですね、大脳です、それの理性とか論理力とか科学とか、そういうものが一斉に発達したわけですが、それは単に物質と情報だけしかこの世の中にないという前提だからなんですね。それにプラスして落語、これは落語も情報も目に見えないわけですから、その点では同じなんですね。目で見えるっていうのは単に目で見えるだけで、これは波長は400ミクロンから800ミクロンの光で、光が衝突したり反射したりするというものが我々の目に見えるものであって、我々の目に見えるものがこの世の中に存在するもの全てであるというはずはないわけですね。だからこれは物質、反物質と物質の差じゃないかとか、よく言う人がいるんですけども、それもダメなんですね。それも、その、物質という概念はもうすでにあるわけで、それを出なければですね、我々の幸福っていうのは得られない。つまり、正しい人生、正しく人間を評価するということができないんではないかと、そういうふうに思うわけです。